こんにちは、すひろチャンネルです。前回ですね、気持ちをリセットする方法で瞬時に気持ちをこう高ぶらせる方法についてお伝えしてきました。今回はよりですね、その今回はそれについてよりですね、精度をアップさせて効果をさらに2倍に伴う効果をさらに2倍にしていく方法について、実践していきたいと思います。ただ単に2回ピンとされたみたいな感じということで、シャキッとしました。さよなら、バイバーイ。